最悪なことが起きてました。私はずっと今まで2倍スローで撮ってました。最悪もう本当に最悪、やっちゃいました。最悪なんですけど、マジでもう一回、今気づいてよかったけど、ね、撮り直します。はい、今日のコーディネート教えてください。エントリーナンバー1番まゆです。今日のコーデはこちらです。じゃーん、かわいい。トップスどこのですか？これはパムです。パム？ PMM のパムです。パムのニットです。かわいい、ピンクとネイビーの、かわいい、ね、動きやすいように足元はパムです。スニーカーです。ありがとうございました。続きまして、24歳、好きな食べ物は納豆です。ありきりなです。はい、小粒ですか？大粒です。小粒でネギ入れてごま油派です。はい、ありがとうございます。今日のコーデのポイントは何ですか？はい、今日のコーデはこちらのモコモコニットちゃん、プードルニットというんですけど、はい、あの映えるためにちょっとモコモコして顔かわいいました。肌見せがいいですね。そうですね、デコルテで。そしてデニムですか？シールームリンのオーガニックコットン25インチ着用してます。お仕事お仕事かわいい、ありがとうございます。エントリーナンバー3番花山瑞希です。はい、よろしくお願いします。お願いします。何なのそれ、はい、今日は、初めて下ろしましたこのニット。かわいい。ディズニーのためにちょっと上半身映え系できました。小物はベージュっぽくまとめてみました。このコーデュロイのデニムが今季はとってもお気に入りです。かわいいです。もこもこ、このスポット大好き。ここ落ち着く。ここでちょっと休もう。フォトスポット、耳と耳のぶつかり合い超激しい。あ、やばい、耳当たってる。やめて、私の耳。またちょっと休憩します。カスタードだ、うまっ。今から船に乗ります。わー、すごい。あら、このコースは私、気持ちいいですか？ご案内します。船で巡る東京ディズニーシーの旅、どうぞお楽しみください。あ、あの本当に今日喉乾きすぎて、今日ね3杯目です。これ買うの、ウーロン茶飲んでます。カワテラの時間までゆっくりしてます。想像してたよりもあの猛暑じゃなくて、なんかこの3連休あったかいって、25度ぐらいってニュースでずっとやってたから、もうちょっと暑いと思ってたんですけど、なんかニットで全然良かった。かわいい。
スマス仕様になってる、やばい。クリスマスが近づくにつれて寂しくなる人、人肌恋しい言うてます。怖いです。船の中に行きます。船の中、初めてこの中入る、ね、私は初めて。本当に私さ、今日さ食欲やばくて、生理前っていうのもあってね、食欲がやばい。2人には言えないんですけど、着いた瞬間に食べたパスタを今もう一回食べたい。すごいんですけど、めっちゃ綺麗。え、すごい。手だけ。どうしようこれ。手だけ、手だけ、やばい。みんなのネイルでーす。フレンチ、フレンチ、どうしよう。私ワンカラー、ダメワンカラー。やだー、もう本当に死んでもいい。嬉しい、嬉しい、やばい。握手してください。二人がトイレに行きました。よいしょ。今さっき声かけてくださった方々がいたんですけど、すごい可愛かったし嬉しかったし、あとあの私たちの写真までね撮ってくれてすごい嬉しい。ありがとうございました。ここもタワテラの横だからちょっと待ってます。可愛くない？ウルステッカーとおパンチ推しのコラボ。ウルのステッカーはあのあげる人身内しかいないんですけど、200枚ぐらい発注したんで、みんなにもマジであげたい。かわいいよね。あと15分でタワテラ、やっと1個目。え、でも船も乗ったからね。あ、そうかそうか、船カウントしたら2個。最初は2、3個でいい。そうだね、雰囲気が楽しいからね、富士急とかさ、USJ とかはさ、いっぱい絶叫乗りたいけどさ、ディズニーはやっぱゆっくりしたいね。タワテラ1個絶対乗って、あとはご飯とゆっくり景色楽しみたいよね。ねえ、やばい、思った以上に怖かった。怖かった、めっちゃ怖かった。叫びすぎて喉かえ、終わった後もずっと叫びながら。マジやばい。あの全員手汗やばかった。やばかったね、びちょびちょ。買ったのでもうそろそろ帰ります。寂しい、バイバイ。また寂しい、ね、寂しいね。タワテラの疲労がやばいわ。